シンプルイズベスト、初心に帰って、マリオカート8デラックスやっていこうと思います。そう、初心に帰るということで、初心かは分かりませんけど、まあね、最初やるとしたらやっぱね、全部スタンダードで走るって感じでね、まあマリオにスタンダードカートとか、まあそういうね、最初のカスタムを乗せて、マリオカート8デラックスをやっていこうかなと思います。うん、そこら辺のね、クソカスタムよりかはね、普通にやりやすい方のカスタムだと思うんでね。まあもちろんね、まあ、めちゃけて言うと、このゲームね、タイヤさえいいのをやればね、まあローラータイヤっていうタイヤさえつければね、割かしね、もう何でも戦える説はあるんでね。うん、まあハングとかになってくると知らんけど、どうなるかね。うん、まあ、でもまあそうそうそう。ノーマルなんで、まだまだマシな方のタイヤだと思うんでね、そこら辺のドッカーみたいなクソカスタム、あ、でもクソカスタムだったらちょっとアイテム取れんっていう、なんか縛り受けられたわ。ちょっとようわからんけど、なんか、バナナ投げられたし。バナナかな？まあいいや。というわけで、まあ、前子なんでもっと前に行きたいんですけど、なかなか前に行かしてくれないな。なかなか前に行かしてくれないというか、俺が、中途半端な日だ。マジ？マジか。ここで撃ったら、多分ね、あそこで取れるんで、いや、しまったな。これ使いたくないな。使うとしたら、そこでお父さんしたいね。ちょっと一旦これ、内側行って、で、お父さんしよう。その人が消えたら、こんな感じかな。あ、しまった！俺もアイテム使うべきだった。やらかしたやらかした。もったいないことしちゃった。ああ、使おっか、これ。うん、で、この、近畿のあそこでぶっ破するって感じかな。しまったな。今週のしまったです、僕の。まあまあ、どうせショートカットないんでね、もう別にいいかなって感じなんで、ここからショートカット行きましょう。で、俺はここのショートカットが嫌いなんですけど、よかった、なんかできた。危な。3位、ちょっと1位は独走してるんでね、ちょっときついかもしれんけど、選ばれたのは、何のアイテムでしょうか。赤さんとかだったら嬉しいですね。はい。ちょっと、あ、それでもいいな。これ、消えたんじゃない？よし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 、2位じゃない ?OK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 。ちょっと最後なんかターンもたまんなかったけど、OKOK。よく巻き返したというか、まあサンダーが強すぎるっていう話か。サンダー使った後ちょっとヘボかったけどね、俺の立ち回り。あ、結構いい部屋だね。まあこの部屋でね、走っていこうかなって思います。よろしくお願いします。12人部屋になりましたね。ありがとうございます。はい、というわけで、ドーナツヘイヤー。ちょっと俺あんまやったことないんだけど、前走ってみようかなって思います。はい。せっかく2位にいるんでね。ここ ?OK。あれか、普通のよりか、あ、しまった。はい、裏から行きます。ちょっとやっぱ感覚は違うんでね。ここのショートカットはもうね、もう結構慣れてるんですけど、ミスっちゃいましたね。まあ、そもそもこのカスタあんま使わないしな。わざわざ使わんしね。とりあえずコインをしっかり回収して、蛇行運転にはなってますが、コインはしっかり回収していくと。まあ9枚か、そこら辺で10枚にはなるかなと思うんで、まあそこら辺になんか前にタっていうなんかみんなが知ってるようなミーいますけどね、まあ気にしないでください。ここでスターがもう一回引きたいなって感じ。うわぁ、ちょっと微妙だな。これ一旦ね、もう一回チャレンジするわ。うん。OK。こんな感じで使って、なるほど。確かここで新たにショートカットができたとか聞くね。これどうしようかな。最下位の人がそろそろ打つそうかな。打つそうな気がするな。持ってるんならここで打つでしょ。持ってなかったか。そっか、危な。ああ、これ厳しいな。この赤コーラ俺か、俺かよ、マジかよ。てか裏見ろ俺。いや、これはさすがにさ、盗め、なんかいいもん頼む。キノコ盗んできてお願い。はい、ゴミ当たれ。まああそこでサンダーが降らな勝ち目はなかったかな。ちょっとここのキラーそこまで強くない気がするからね、多分だけど、うん、ちょっと立ち回りがクソって感じでしたね。はい、すいません。はい、運ゲーコース来ました。運ゲーって言ったらなんか
TA で世界一取ってる人に悪いから、まあ俺にしたら運ゲーコースが来たんで、僕は裏から行きます。はい、よろしくお願いします。まあスタンダードカードでも多分普通にね、まあ今はさっきはダメだったけど、普通にちゃんと立ち回ったら勝てると思うんだけど。あ、しまったわ。ああ、よかった、俺じゃなくて。まあしっかりコイン回収をしながら行きたいですね。はい。こういうなんか落としてくれてるコインをしっかり盗んでね。まあもう一回ね、2周目のあそこだな。2の3までにはいいアイテムを絶対取っとかなあかんって感じなんで、まあ一回ね、こんだけ前に出てもまた下がったらいいだけだから、こうやってね、まあ、通信あれだったら知らんって感じだけど、まああと1個だけ残しといて、で、ここでショートカットをしながら使うと。早いな。まあ、でも別にって感じだな。大して変わんないかな、これ。これ赤コーラ当たらないように。ああ、そこの食っときたかったな。こういうの残ってたらね、1位の人が有利になっちゃうからね。まあ1位まで残ってたらの話だけどね。でもそれでも本当に有利になっちゃうから、ダメないよね、ああいうのは。拾っておかないとね。さあ、9位割なんで、まあスターあたりは出てくれるでしょう。これ弱すぎるな。ただもう差がありすぎるから、これは前に行かなあかん。で、ダブルをしっかり取ってやらなあかんって感じかな。ちょっとワリオの相手が怖すぎるんで、こうしまして、悪くはないけど悪いな。ただサンダー来るとしたら、次のあそこで来るぞ。って読みで、あそこで使います。ショートカーのところで使うんだけど、そっか、ここで来たか。なるほどな。これダブル取れねえな。キノさんが来たらまだワンチャン。赤さん？前の人なんでキノさん引いてんの？俺にそれくれよ。いや、でもこれ不利だな。ショートカーできないもんな。で、裏もらってから使って、投げて、また防御か。ちょっと待って、何に俺負けた？やばくない？このゲームの本当にさ、展開アイテムさ、強いようでめちゃくちゃ弱いんだよね。今赤1で負けた、臭くない？気のせいかな？どうなんだ？やばくない？今の本当にどうかしてるよ、この展開アイテム。はい、ラスレにしたくない。いや、1位取ったらラスレにしたいって感じですけど。さっきからちょっと、まあ俺の立ち回りも悪いけど、なんか恵まれないって感じだよね、アイテムに。あと3ダー読みがしょぼかったね。やっぱ難しいな、このゲーム。3ダー読むの結構難しいんだよね。でもまあ、そう、さっきのレースは3の2か3の1だったよね、絶対。まあそれ以外ないか。1回3ダー落ちてたからね、そういうのは、惜しかったんだけどね、読み的には。まあまあまあ仕方ないね。過去のことを気にしてても意味がないんで、今をときめく時代なんで、頑張りましょう。本当に適当なこと言ってるけど。まあ、また裏から行きますけど、俺はね。これどうしようかな。とりあえずここで10枚になるじゃん。で、そこでアイテム取りたいけど、みんながこうやって待ってるんだよね。OK。で、ここでなんか、キノさん引きたいな。OKOKOK。キノさん引いたから、これでまだここでは使わないよ。それやばくない？ なんで待つの、ここで。やば。いや、きついきついきつい。今のはなんで？本当によくわかんないわ。どうしようかな。何、自分で投げたさ、トゲゾーコーラに当たったって感じや。よくわかんねえや。なるほどな。じゃあ、俺がどこで使うか皆さん予想してくださいよ。というか、キノコが1個しかねえからさ、裏のやつらは別にいいんだよ。前の人たちを倒す感じにしたいんよ。ここら辺。ちょっと有利にさせちゃったかな。ちょっと下手だったかな。でも2位か。なんかちょっとな。まあでもどっちみち、早めに使ってもキラーには回避されてたからな。仕方ないかな。ちょっと。って感じ。さあ、ラストはおみくじして終わりますか。まあ、今のサンダーは本当に、まあ、しょうがないって感じだけど、まあ、2なんていいでしょう。てか、あれだね、アイテムはちょっと微妙だったし、ただ、あれだね、ショートカット行きながら、
あのグライダーのところ行ったらよかったなって思いましたね、うん、まあそれでも変わんないかもしれんけどね、まあ、ちょっと、他に抜かされましたけど、うん、他というあの誰かよくわかんないですけど、まあ、コイン取りますか、うん、こっち行くとねダブルが取れるんですよね。あ、下でも取れるっけにわかさらしたわ今。あ、取ったとりあえずこんな感じでやってちょっと取る人溜まってないけど、これ保持でいいんだよな、うん、でバグボックスのところでとりあえず一発ねこのアイテムを使う、うん、てか全アイテム使って、本当にバグボックスってさ1位の人以外最強になれるアイテムなんでね、うん、そこをみんな知っといてほしい、うん、あのグライダーが1位がね通り抜けてたらもう最強アイテム出るんでっていう感じなんで、本当にナイス。あー、ちょっと早すぎたかな、使うの。 OKOKOK、 まあこんな感じで出るんで来るでしょ、来い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 、よし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 、来た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 、まあまあまあ、おみくじ勝ちって感じかな。おみくじ勝ちだよな、そうだよな、来るよな。まあ、これがビッグブルーなんだよな。ちょっとダッシュが乗れてないし、ちょっとガバだけど、まあそれはこのカスタムが悪いって感じでね。そう、ミニターボーチどんくらいなんだろう、たまんないからな、普通に考えて。こんなんでも、おいー、パックも連れてゴールと、なかなか珍しいんじゃない。あ、パックも消えるんだ。まあまあ、でも1位取れたわ、結構いい立ち回りだったね。うん、おみくじに勝ちました。はい、ぜひね、初心カスタムでも、ああ、スタンダードカスタムでも勝てるんでやってみてください。ありがとうございました。